皆さんこんにちは。アルペンマウンテンズ一社店の岡野です。今回の動画内容は登山ウェアをメンテナンスしてみたです。皆さん登山に欠かせないアイテムの一つはレインウェアですよね。キャンプでも登山でも普段使いでも必須ようなアイテムです。今回は大切なアイテムのメンテナンス動画です。ぜひご視聴ください。アルペンアウトドアチャンネルです。登山やキャンプを楽しむためにはアイテムのメンテナンスは必須です。最近ウェアに水が染みやすくなってきた、メンテナンスをやりたいけれどやり方がわからない方、ぜひこの動画を見て参考にしてみてください。そして撥水力復活を実践してみてください。新品同様に商品が生まれ変わります。レインウェアでよく見かけるのはゴアテックスです。ウェアは透湿性、防水、撥水性を備えています。新品のウェアは使っているうちに撥水力が落ちてきます。登山中こういったことが起こらないようにしたいですね。レインウェアから水が漏れる原因となるのがこちらです。1. 撥水処理をしていない。 2. 高温多湿なところに置いている。 3. 車など直射日光に当たる場所に放置。 4. 洗濯しないで着続けるなどがございます。皆さん当てはまっている方はいないですか？登山ウェアは高額で高機能ですよね。ウェアの寿命を長くするのも短くするのも皆さん次第です。では今からウェアのメンテナンスを実践していきましょう。はい、今回のメンテナンスで使用する洗剤はグランジャーズです。ステップ1洗濯、ステップ2乾燥、ステップ3撥水、この3段階の工程で撥水力を復活させていきます。今回使用する洗剤はグランジャーズです。パフォーマンスウォッシュ、クロージングリペル、パフォーマンスリペル。こちらの洗剤の特徴は洗濯機に入れるだけでできる、全ての防水透湿素材に使用できる、撥水加工と高い透湿性を持っている、環境に優しい、素晴らしい洗剤ですね。ポケットの中身は全て取りましょう。結構取り忘れて一緒に洗濯してしまった方は多いのではないでしょうか。まずはベルクロ、ジッパーを全て閉じ、洗濯中に絡まったりしないようにしましょう。あとですね、ドローコードも緩めておきましょう。はい、次にウェアのタグを確認します。柔軟剤は使用不可など注意が必要です。すすぎ、脱水、乾燥機が使用できないケースもあります。次に洗剤の使用用途を確認します。ウェアに対して投入量を確認してから使用しましょう。まずはステップ1、洗濯です。容器にウェアを入れます。はい、そして洗剤を投入します。洗剤はよく振ってからウェア1着でキャップ1杯を入れます。新しいウェアは洗浄だけで撥水が復活します。古くなったものは撥水加工をこれから行います。はい、それでは、洗いとすすぎを終わりました。ちょっとまだ濡れてますけれど、で、次ですね、撥水、撥水をやっていきます。グランジャーズクロージングリベルを使用します。こちらですね。はい、こちらはですね、ウェア1着に対しキャップ2杯を入れます。はい、それではやっていきます。ウェア1着に対しキャップ2杯を入れます。はい、こちらも洗いとすすぎのみで脱水はしないでください。それでは洗っていきます。はい、ではすすぎ終わりました。では今からこちらを乾かします。次にですね、スプレータイプの撥水スプレーを使用します。グランジャーズパフォーマンスリベルもよく振ってから使用してください。風通しのいい場所で濡れた状態のウェアに吹きかけます。15センチほど離してください。そしてまんべんなく振りかけます。余分に吹きつけた箇所はきれいな布巾で拭き取ってください。はい、それではですね、これで乾燥していきます。はい、では撥水力が復活したか検証してみたいと思います。こちら先ほどのウェアですね、水を上からかけます。
おお、すごい。こちらですね、購入したばかりのように撥水力が復活しました。皆さんもですね、もし気になる方はぜひお家で簡単に撥水力が復活しますので参考にしてみてください。はい、皆さん自宅でメンテナンスする際は洗濯機を使用してください。洗濯機を使用する場合は設定に注意です。洗い、すすぎのみの設定でお願いします。脱水と乾燥を使用すると洗濯機が壊れる恐れがありますので注意してください。はい、今回動画はいかがだったでしょうか。さらに詳しくアウトドア知識を知りたい方はお近くのアルペンアウトドアーズマウンテンズ店舗にぜひお越しください。知識豊富なスタッフがアドバイスさせていただきます。アルペンマウンテンズ医者店岡野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。さらにアルペンアウトドアーズマウンテンズ店舗ではインスタグラムも開設しております。ぜひ検索してフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた。